シベリア連邦管区シベリア抗義のシベリアシベリアは、ロシア連邦領内のおよそ、ウラル山脈分水嶺伊東の北アジア地域である。漢字表記で、西ヒリアまたは、ハ白リアとも書く。かつては日本語で、シベリアという表記も多く見られた。シベリアの名称は、シビルハン国に由来する。一般的には、極東分水嶺より、東の日本海。 オホーツク海など沿岸地域は含まないが、抗議には、含めることもある。ロシア連邦所属の共和国、自治管区は存在するが、独立国家は存在しない。主な都市として、西から、オムスク、ノボシビルスク、クラスノヤルスク、イルクーツク、ヤクーツクがある。抗議のシベリアはさらに、エカテリンブルク、ハバロフスク、ウラジオストク、ユジノサハリンスク。 ペトロパブロフスク・カムチャツキーを含む人口最大の都市はノボシビルスク。現在ではロシア語話者が人口の大半を占めるが、サハゴなどのトュルク諸語やウラル語族に属する言語が多く分布している。元来は、ウラル山脈分水連より、東のロシア地域すべて、つまり、東は太平洋岸までを意味した。南北は現在と同じく、北は、 北極海沿岸まで、南は中央アジアモンゴル、中国との境界までだった。ソ連ロシア連邦では、より狭い意味に定義された。東の境界は太平洋分水嶺となり、より東のロシア極東は含まなくなった。また西は、ウラル山脈ちょうどではなく、ウラル山脈東南北のチェリャビンスク州とスベルドロフスク州が覗かれる。現在でもロシア国外では、 シベリアを、ウラル山脈から、太平洋沿岸がまでとし、ロシア極東を含む、古い意味で使うことがある。ただし、日本では、極東を含む場合でも、太平洋岸島所地帯のサハリン州や、カムチャツカ半島を含むことは、あまりない。2000年に設置された7つの連邦管区の一つに、シベリア連邦管区があるが、 シベリアは通常はその範囲に限定されることはなく、その東西のウラル連邦管区と極東連邦管区にまたがる。抗義のシベリアはこれら三連邦管区の全域となる。東シベリアと西シベリアという場合は、ウラル山脈からエニセ川まで広がる、西シベリア平原とそれより東方という区分概念である。シベリア南部の主な都市主要都市の 約100年間の人口動態度が高く、冬季の気温は非常に低い。早いところでは8月下旬に降雪を見る。オイミヤコンではマイナス73度という人間が居住可能な場所における最低気温を記録している。一方、夏季は30度以上まで気温が上昇することがあるという、いわゆる大陸性気候である。特に、シベリア東部の内陸盆地では、 夏季は厳しい暑さとなることがあり、年間の温度差は極端に大きい。冬の日本列島の天気を支配するシベリア間気団は、夜間の放射冷却による極寒気がシベリアに蓄積され、そこから吹き出すと考えられている。植生は、大河と呼ばれる、新養上を中心とした広大な森林地帯が大半を占める。より緯度の高い地域は、 地衣類を中心としたツンドラと呼ばれる植生であり、樹木は生育しなくなる。地下には、厚い永久凍土層が広範囲にわたって存在する。鉱物資源は、非常に豊富で、資源の宝庫とされる。しかし、近年、森林火災や、開発の行き過ぎ、地球温暖化などによる、環境破壊が、問題になっている。動物は、アムールヒョウ、ソデグロズル、ヤクートウマ、 蛇行地下、ジジホウジロガモなどが生息している。大河は、西から順に、帯川、江西川、レナ川の3本があり、いずれも北に流れている。カキは、河川運輸が活発だが、冬季には凍結し、トラック輸送に利用される。世界最新の湖で、世界遺産のバイカル湖がある。バイカル湖の水温は、夏でも摂氏10度以下となる。 航空機から見た東シベリア平原シベリアには旧石器時代現在から5万年ほど前から人が住んでいた当時生きていたマンモスの狩猟も行っていたと考えられているまたンモンゴロイドはシベリア周辺で当時の特に寒冷な気候に適応した人種であるとの考えが有力である一部の人々は1万年ほど前までにベーリング地峡を渡り アメリカ先住民の祖先となった。イヌイットなどエスキモーの祖先は、さらにその後シベリアからアメリカ大陸、グリーンランドへ渡ったとされる。紀元前2000年期前半に入ると、シベリア南部でも牧畜が盛んになり、また、シベリア独自の文化も生まれた。その後南部では遊牧的な生活様式に移行したと見られ、特に南方の郷土文化の影響のもとに、 スキトシベリア文化が生まれた。中国の文献によれば、関代に、帝霊が、シベリア南部から、モンゴルあたりに栄えたとされ、これは、トゥルク系民族と考えられている。6世紀には同じトゥルク系の突血がこのあたりに、建国し、以後、トゥルク系遊牧民族は西方に広がったが、現在でもシベリアには、サハ人など、トゥルク系民族が多く住む。 一方、シベリア東部では、ツングース系民族が、バイカル湖周辺では、モンゴル系民族が広がった。コシベリア諸族と総称される人々も、今日ではごく少数に過ぎないが、古くははるかに広い範囲に住んでいたと考えられている。東部沿海地方、満州方面のツングース系と見られる人々は、集大から祝神として文献に現れ、その後、ユーローモッキツ。 マッカツ、ジョといった名で長く記録を残している。マッカツは、満州、沿海地方南部を中心とする北海を、女神は金を呼び、真の王朝を築いて、中国を支配した。中国三国時代の満州方面にいた、不与の民族系統は不明であるが、彼らは、朝鮮の高栗、くだらを築いた。近世には、シベリア南部が、 モンゴル、ついで元朝や、ジョチウルスに支配された。15世紀に、ジョチウルスが分裂すると、その流れを組み、トゥルク系民族を中心とする、後継国家のシビルハン国が、シベリア中央部の帯川流域周辺を支配し、反、遊牧国家を形成した。中世には、ノブゴロド共和国の毛川商人が、ウラルサンミク北部を越えて帯川下流へと入った。またポモールと呼ばれる、 八海沿岸のスラブ人が北極海沿岸を船で往来しており、オビガは川口の漫画瀬屋に交易拠点を築いている。しかし、16世紀には北極海を経てアジアに至る北東航路を開拓しようとするイギリス船やオランダ船がバレンツ海沿岸に出没を始める。 17世紀にはこれらの勢力がシベリアに及ぶのを恐れたロシアはマンガゼヤへの回路の航行を禁じた。これ以後、ロシア人のシベリア進出は海からではなく陸から行われるようになる。最初にロシアからシベリアに侵入したのは正規ロシア軍ではなく、ウラルの西側の鎌川やチュソバや川流域を領地としていたストロガノフという商人の士兵である。 当時すでに枯渇していたウラルイ製の毛皮資源に代わる、豊富な毛皮資源を求めたためだった。そしてシビルハン国が1572年に毛皮の兆候を拒否したことで、ロシアツァーリ国のシベリア侵攻は決定的となった。この時のロシア人士兵はコサックと呼ばれ、これらを率いたコサックの主張イエルマークにより、シベリア征服が進められた。 イエルマークは1578年10月に闘神を開始し、シビルハンコクを攻撃。イエルマーク自身は途中戦死するものの、ついに1598年、シビルハンコクは滅亡した。その後ロシア人は闘神を続け、1636年にはコサックのイバン・モスクビチンがオホーツク海へ至り、ロシア人はシベリア横断を達成した。これ以後シベリアは、 ロシア人の植民地となった。シベリアの大河をつないだ、東西連絡路。シベリアの河川交通を参照ロシア人が短期間で、太平洋にまで至ることができた理由には、シベリアの大河の支流から支流を伝うことで、大きな地形的障害に阻止されることなく投身できた、こと。途中に、ロシア人に激しく抵抗して、全身を押しとどめる強力な国家や民族がなかった、こと。 ケガワ易による利益に対して、ロシア人たちが貪欲だったことが大きい。例えば、ウラル山脈中部は、標高が低く、ヨーロッパ川を流れるボルガ川の支流と、アジア川を流れる、オビ川の支流が入り組んで走っており、両方の水系を結ぶ連水陸路を通って、船で、ウラルを越えることができた。また、オビ川、エニセイ川、 レナ川も支流は東西に広く網の目のように流れ、各水系が近接しており、シベリア横断に使うことができた。一方、シベリアの南には、モンゴル・トゥルク系遊牧民が住む草原地帯が広がるが、毛皮のような交易資源はない上に、遊牧民は強力であることから、ロシア人が中央アジアの草原や砂漠に進出するのは、後のことになる。その結果、 領土が近接することとなった清とはたびたび、武力衝突した。1640年代から、バシーリー・ポヤルコフやエロフェイ・ハバロフなどの探検隊が、ゼア川やアルグン川からアムール川に南下した。ロシア帝国は、コサック兵ではなく正規ロシア兵を送るようになり、アルバジン及および、ネルチンスクの療養祭を建設するが、真の高規定は対抗して1685年に、 武力をもって、アルバジムを破壊した。事態を重く見たロシア帝国は1689年に、清とネルチンスク条約を締結し国境線を、外港安令に制定し、ダウリアはロシアが、外満州は清が確保した。18世紀には、地理的探検が進み、北極海沿岸の姿や北東航路の通行可能性も次第に明らかになっていった。 19世紀になり、大河に蒸気船が投入されたり、金などの鉱山開発が進むなど、シベリアは徐々に工業化が進んだ。さらに、ロシア帝国は、真の弱体化に乗じ、1858年の、アイ軍条約にてアムール川北岸の地、1860年の、北京条約にて薄利川東側の宴海州の地を、清より獲得した。 1880年からは、ウラル山中のチェリャビンスクから、日本海側のウラジオストクまでを鉄道で結び、アジアへ大量の物資や兵員を送れるようにするという、野心的なシベリア横断鉄道の検討が始まった。この鉄道建設には、軍人や政治犯らが従事し、沿線の町は、物流業や商工業が集積して芝叩く間に、急速な成長を始めた。 極東共和国と日本のシベリア出兵による占領地1917年に起きたロシア革命後、西シベリアや東シベリア、極東などに白軍やチェコ軍団などに支援された臨時政府や反革命政権が数多く成立した。また、極東共和国や宴会宗共和国などの諸政府は一時、ロシア自体からの独立を宣言した。 しかし、いずれも長続きせず、ソビエト連邦成立の過程で消滅した。革命直後の1918年から1922年にかけ、日本は、アメリカやイギリスなどと共に、チェコ軍団救出を口実として、シベリアに兵士を送った。その後、ハルビンにおいて、臨時全ロシア政府の後継として、シベリア独立を目指す、西ヒリア自治団が生まれた。 またシベリアは、ロシア帝国時代から、流刑地であったが、ソ連もこれを踏襲しかず多くのグラグをシベリアに、作って、多くの政治犯を送り込み、鉱山労働や、森林伐採などをさせた。第二次世界大戦では、独祖戦の前線となった、ヨーロッパロシアやウクライナから、多数の工場がシベリアへと疎開し、以後、シベリアの人口は急速に拡大した。また、 独祖戦においてソ連が攻勢に転じるとドイツ軍など数軸国軍の捕虜がシベリアの捕虜収容所に送られソビエト参戦後に赤軍に捕らえられた日本兵も同じくシベリア抑留された戦後の冷戦期もシベリアの大都市は軍需産業を中心にして大きくなっていった20世紀に至りア,アフリカアジア諸国の植民地は次々と独立したが シベリアの先住民族や植民者による独立国家は建設されず、ソビエト崩壊の際もロシア連邦内に留まった。そのため、未だ民族独立国家を持たない世界最大の植民地との見方もでき、一部にはシベリアの民族独立を訴える人もいる。ただし、経済的に自立が困難な地域が多いこと、そもそも現在では先住民族より、 ロシア人の人口比率が高い地域も多いことなどから、チェチェン共和国などのように独立要求が先鋭化している地域はない。ソビエト連邦の崩壊後、ロシアの経済は低迷し軍需に頼るシベリアの工業都市も人口流出に見舞われたが、シベリアに産する石油や天然ガスの輸出により、2000年代に入り、ロシア経済及び、 シベリア経済は大きく持ち直した。ありがとうございます。